焼結技術を用いた多孔質金属の一例焼結は固体粉末の集合体を有点よりも低い温度で加熱すると粉末が固まって焼結体と呼ばれる緻密な物体になる現象出来上がったものは焼結品などと言われる類似用語として焼性がある焼結は温度によって加速される焼結によって物体の外形寸法は小さくなり物体全体としてみた 密度、強度、及び、弾性率は大きくなる。焼結の過程において物体は完全な液体にはならないため、焼結体の形状は、加熱前の形状が概ね維持される。ただし、粉末蘇生や温度などの不均一性、あるいは重力などの影響を受けて変形することもある。焼結によって形成される物体は、多結晶体であることが多いが、アモルファスが形成されることもある。 焼結の程度は物質の理想的な密度に対する比率あるいは気候率で表される。一般的な処理温度は有点に0.5をかけた温度である。互いに接触している粉末粒子は熱力学的に非平行な状態にあり表面の面積を減少する方向に物質の移動が起こり粉末粒子間に結合が生じて緻密な物体となる。つまり焼結の駆動力は 物質の表面が持つ自由エネルギーを最小にしようとする力、すなわち表面張力である。形状が凸型となっている部分から、窪形となっている部分へ物質が移動することによって、粒子間の接触面積が拡大し、粉末粒子間の接触面中心部付近から、接触面周辺部へ物質が移動することによって、粒子間の距離が短くなる。消結は、 物質が移動する機構によって以下のように分類される。焼結はセラミックスの製造や粉末や金などにおいて広く利用されており、安定して製造するために様々な手法で制御される。イギリスの技術者である A.G. ブロックスサムが1906年に真空中で直流電流を用いることによる粉末金属の焼結に関する特許が登録された。 彼の発明の当初の用途は、タングステイやモリブデンの粉末から、電球のフィラメントの工業的生産だった。現在の用途は、表面の酸化物を減らし、フィラメントの放射率を高めるのに特に効果がある。1913年、ワイントラウブトラッシュは、加圧状態電流を流す改良をされた、消結方法の特許を取得した。この方法の利点は炭化物や、 窒化物等の耐火金属の粉末の焼結にも用いることができる点である。放送炭素、または、軽素炭素粉末を絶縁された管の内部に入れて、電極を兼ねた2本の棒で圧縮して、電流を流す。温度は、摂氏2000度に達すると推定される。アメリカ合衆国では1922年、デュバルディエイドリアンによって、初めて特許が取得された。 彼の3段階の工程では酸化ジルコニウム、酸化トリウム、酸化タンタルのような酸化金属の耐化物のブロックを用いる。作業工程は粉末を成形、約摂取2500度で焼きなましをし、ワイントラウブラッシュ法により電流を流して消結する。消結にコンデンサーの放電による電流を用いることは、ジーカイ・テーラーによって1932年に開発された。 この消結法はもともと脈瘤もしくは交流を用いるもので最終的には直流を用いるものだった。これらの技術は数十年間に640以上の特許が申請された。ABCD グラストイ ERP053001 ありがとうございます。